質問はですね、歎異抄第5章ですね。歎異抄第5章について聞かせていただきたいという質問です。新修正典ではページ数668ページですね。ページです。ですね。親鸞は右から2行目です。親鸞は父母の孝養のためとて念仏一遍にても申したること未だ候らわず。その家は一切の有情は皆もってせせ少情の父母兄弟なり。いずれもいずれもこの順次生に仏になりて助け候べきなる。我が力にて励む善にても候あばはこそ念仏を栄光して父母をも助け候あめ。ただ自力を捨てて急ぎ浄土の悟りを開きなば六道四生の間いずれの五億に沈めりとも神通方便をもってまず右縁をどすべきなり。これが歎異抄第5章ですね。親鸞は父母の孝養のためとて念仏一遍にても申したること未だ候らわずとですね。まず親鸞はですね、父母の孝養、亡くなった方を供養するですね、亡くなった方をいたわる、亡くなった方に、思いをかけてですね、なんとか亡くなった方を喜んでもらえるようにいろんなことをするですね。この場合父母の孝養ですから、お父さんお母さんですね、亡くなったお父さんお母さんの三回忌とかね、二回忌とかね、ね、永代経とか、そういうようなことです。ね、父母の孝養のためとて、お父さんやお母さん、亡くなったお父さんやお母さんのね、ことをですね、供養するためにですね、親鸞は今まで一回の念仏もですね、一遍のお経もですね唱えたことがないと。あれ、お寺さんは、あれ、お寺さんは何やってるんですかね。ね、あ、すいません、もうあのね、もうすぐ命日ですねって、お経をあげに来ましたって言ってチーンってね、キヨブリョーチュンニョーライってね、ナムフガシンギコーホゾボサイニジってね、そうやってお経をあげてますよね。だけどその開祖である親鸞聖人は、私は亡くなったお父さんやお母さんのためにですね、追善供養をしたことがない、ね、こういうふうに言われているわけですね。じゃあね、親鸞様、あなたはね、お父さんやお母さんのことをね大事に思う気持ちはないんですかと。ね、お父さんやお母さんのご恩を感じることはないんですかと、ね、冷たい人間なんですかと。まあね、そんな亡くなったのにですよ、ね、もうすぐ亡
くなったおばあちゃんの3回忌ですね、4回忌ですねとかね、いやちょっとね親戚の方を集めてね、ちょっとお寺さんを呼んでやらなくちゃいけないなとかね、普通やるじゃないですか今。ところが親鸞聖人は、いや私の実のお父さんやお母さんのために、追善供養はしないっていきなり言われてるお言葉なんですね。なぜならばってこう書いてね、私はお父さんやお母さんのために追善供養することはしないね。どうしてなんですかって言うと、そのゆえはってこう書いてますね。なぜならばですね、一切の無常は皆もってせせ症状の父母兄弟だからだ、ね、一切の無常っていうのは全ての生きとし生けるものはってですね、もしかしたらですね過去世お父さんだったかもしれない、ね、私のお母さんだった人かもしれない、私の兄弟だったかもしれない、ね、私たちのこの魂というのは長い歴史がありますからね、何度も何度も生まれ変わり死に変わりを繰り返している。その間にはです、その間にはですね、親子となって、生まれてきた時だってあったかもしれない、ね、兄弟となって生まれてきたことがあったかもしれない、ね、だから私はですね、亡くなった人に、亡くなったお父さんやお母さんのことを考えない、考えるよりも今生きている過去世のお父さんやお母さんの生まれ変わりの人にですね、生まれ変わりの人を大事にしたいって言ってるわけです。なんでこんなことを言ってるのかというと、一言で言うとですね、この「歎異抄」第5章で一番親鸞聖人が言いたいことはですね、何かというと、死んだら助けられないってことなんですよ。ね、死んだ人を助けることはできない。死んでその人が自分の業によって苦しみの世界に落ちてしまったとしたら、その人をもう助けることはできない。だから表面には書いてありませんけどですね、ここのことお言葉を通して私たちはですね、生きている時に救われなければならないんだっていうことを知っていただきたいんです、ね、人心受けがたし今すでに浮く、仏法を聞きがたし今すでに聞く、この身根性に向かってどせずんば、さらにいずれの章に向かってか、この身をどせん、ね、人心受けがたしというのは、生まれがたい人間に生まれたってことですよ、ね、人間、ね、いろんなね、この地球にはですね、いろんな命がある、いろんな生命がある、ね、その中で、人間に生まれるということは非常に、ね、難しいことなんですよと。もしかしたらね、猫に生まれていたかもしれない、犬に生まれていたかもしれない、ネズミに生まれていたかもしれない、虫けらに生まれていたかもしれない、そんな中私は今人間に生まれることができたんですね、うん、ね、今こうやって人間として生まれてきた、ね、もう人間として生まれていますからね、人間として生まれてきたことが当たり前のように
感じるかもしれませんけどね、決して人間として生まれたっていうことは当たり前ではないんだ、ね、もしかしたら他のね動物として生まれてきたかもしれない、ね、今日食べた魚がですね、もしかしたらね、もしかしたらこの魚に生まれたかもしれない、ね、昼は海鮮丼だった、ね、左側にはサーモン、真ん中にはイカ、右には、ね、マグロ、もしかしたらマグロに生まれたかもしれない、ね、もしかしたらね、イカに生まれていたかもしれない、もしかしたらね、サーモンに生まれていたかもしれない、ね、パッと見るとね、カツ丼ってね、あー豚に生まれていたらこんな状態になってたかもしれない、ね、そうやって考えると、いや人間に生まれるっていうことはありがたいことだなと、ね、その生まれがたい人間に生まれたのは一体何のためかと言ったらね、仏法を聞くためなんですよ、ね、まあ私たちがですね、仏法を聞くっていうことはね、やっぱりいかに難しいことであるかと、ね、一つの例えを持ってねお伝えしますとね、果てしない、果てしなくほど広がる海の底にですね、一匹の亀がいると。ね、その亀は残念なことに生まれながらにしてね、こう目が見えない亀なんですね。その亀が100年に一度息継ぎのために顔を出す、ね、100年に一度顔を出す、広い海には一本の丸太ん棒が、一本ですよ、一本の丸太ん棒が浮いている。その丸太ん棒には亀の頭がひょいっと入るぐらいの穴が開いているね。その亀がですね、100年に一度海面に顔を出した時に、この丸太ん棒の穴にひょいっと頭を入れることが、キョモリさんあると思いますか？もうありえないですね。ありえない、絶対にないと言います。絶対ないとは言えないと。絶対ないとは言えないですね。ね、それは何百回、何千回、何万回のうち一回はですよ、何かの拍子でひょひょひょっとして頭がひょっと入ることはあるかもしれないですけど、これはねとても考えられないことですよね。ね。私たちがですね、仏法を聞くっていうのはね、この亀が丸太ん棒の穴に頭を入れるようなものなんです。声に聞くとね、そんなもんかなって思いますよね。これそれぞれ何を例えてると思います？亀は100年に一度顔を出す亀っていうのは100年に一度顔を出す亀っていうのは前置式。そう、前置式ですね、うん、そして丸田んぼ、これね、一つだから入らないような気がするんですよ。実はこの海面にはね、丸田んぼがね、大体1億とか10億あるわけです、うん、こそね、いかにも入りそうな気がするでしょ。どれかには入る、どれかには入るとこういう意味です。だけど、私という木にね、亀が
ヒュッと頭を入ることは本当にありえないことなんだっていうことなんです。皆さんが今仏法を聞けたっていうのはこういうことなんだってことなんです、ね、100年に一度っていうのはまさに禅師式が生まれて死ぬまでの間にですね、説法できる期間っていうのはほんのわずかなんです、ね、例えば今だったら30にしてこう説法し始めて、ね、何歳まで生きられるかわからないけど、その間のことっていうことです。だからそれが100年に一度、つまり一生に一度ってことです、ね、それが終わるとまた100年後のチャンスってことです、ね、つまり生まれ変わりってことです。100年に一度っていうのはその禅師式は死んで人間として生まれてきますから、100年に一度のチャンスがあるわけです、ね、それは不木として現れた、ね、時10歳にしてチャンスを迎えるかもしれない、ね、それとも60にして迎えるかもしれない、70にして迎えるかもしれない、80近くで迎えるかもしれない。100年に一度だから分かんないんですよ。いつのチャンスか分からない。だけどその100年に一度のチャンスを迎えた、つまり禅師式がこの世に現れたってことです。100年に一度、ね、また死んだらまた次の章でまた現れる、次の章で現れる、次の章で現れる、次の章で現れる、これが100年に一度のチャンスということです。でも100年に一度どこに生まれるか、日本じゃないかもしれませんよ。来世はアメリカ、ね、次はアフリカ、やっぱり中国もいいから、ねね、ソ連もいいですよね。こういうことですよ。たまたま根性は日本に生まれた、ね、その日本に生まれたというこのチャンスに日本に自分も生まれて、ね、その日本に生まれたっていうのはまるで、ね、選んで生まれることなんてできませんから、ね、まさに浮木が流されるように流れ流れて日本に来たわけです。それがちょうど亀がねこう頭を出した時にですね、頭を出した時にこの穴とは違うところに当たったらまたねご縁がなかったんですよね。いやもうすれ違うぐらい距離があってもね聞けなかった、ね、まさにね偶然がね重なって聞けた。自分がね生まれてきた時にね、おぎゃ仏法聞くぞってね、こんな風に生まれてきた赤ちゃん一人もいません、ね、生まれて、おっぱい飲みたいっていう風にね本能でね訴える赤ちゃんはいてもね、ね、超過したいっていうふうにね訴えるような赤ちゃんはいません、ね、何にも知らずに流されて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 、たまたま今仏法を聞くことができたんです、ね、だからこの身根性に向かってどせずんばっていうことは、今生きている時に、今この肉体がある時にどせずんばですね、江戸から離れて浄土に入らなかったならば、救われなかったならば、さらにいずれの章に向かってがこの身をどせん、いつですねこの苦しみから抜け出すことがあるだろうか、ね、宝くじに当たったよりもすごい確率なわけです、ね、もちろんどっかでは聞いてますよ、誰かは聞いてます、ね、この世界の中で常に誰かは仏法を聞いてるんですよ。でも私が聞けるかどうかっていうことにことを考えるとですね、一本の丸太んぼになってしまうんです。だからまるで当たらないかのように思うんですよ。それはそうでしょ、宝くじ1枚買って当たりますから、こういうような感じなんですよ。でもどっかで誰かが当たってる、ね、この宝くじを1枚買って、ね、当たると思いますか、
そんなことは絶対ないと思いますとか言いつつ買ってる人がいっぱいいますけどね、ひょっとのひょっとで当たるかもしれないと。でも実際はほとんど当たらないんですよ、1枚買って。でもこの日本のどこかでですよ、ね、宝くじに当たった人がね、10人もいる、10人もいるんですよ、6億円ね。そうだから私ではないだけなんです。年末にね、イオンでね、抽選会があったね。もう本当にね、3回チャンスだったんですよ。でパッと見るとね、その A 賞、B 賞、C 賞とかで、ね、A 賞1万人とかって書いてあったんですよね。あ、1万人じゃないかな、100人か。 B 賞が1000人とかね、書いてあるわけですよ。そうするとね、100人って聞くと当たりそうな気がしませんね。だから娘にこう胸、期待をね、胸を膨らましながらね、こうやって回してもらったんですよ。100人ですから、100人ですよ、100人ね、100人も当たるんですよ。じゃあね、外れと、もう1回やると、あ、もう2回やると、外れ、外れってね、3回言ったもんね、潜在でした。ね、もうほんと、最低の最低さえも当たらないと。当たらないもんなんですよ。でも100人っていうとね、なんか100人も当たるんですかって思いますけど、ね、実際やってみるとほとんど当たらない。そんなもんなんです。だけど、どっかで100人当たってんですよ。ね、海外旅行1名って言ったらね、その1名が当たってるんです。どっかで誰かが当たってるんです。でもそれが丸太ん棒の1個になると、まるで全然当たらなくなるんですね。だから猛球、これは猛球不服の例えって言われますけどね、その丸太ん棒1個の例えなんですよ。丸太ん棒1個だとそんなことはないと思いますよね。でも丸太ん棒10億だと、50億だとどうですか。誰かには、はい、誰かには当たってそうでしょ、ね、埋め尽くすばかりの丸太ん棒ですからで、必ず入りそうじゃないですか。1回で入らなかったら2回目では絶対入りそうですよね。どっかに入る、こういうような確率で仏法は聞ける。だから根性、また聞けてるけど、来世聞けるか、聞けないです。次の章聞けるか、聞けないです、ね、その丸太ん棒の穴に続けて続けて入るなんていうことはありえない、ね、それをこのね、「歎異抄」では親鸞聖人の言葉を通してですね、親鸞は父母の供養のためとて、念仏一遍にても申したること未だそうらわずという言葉を使ってですね、皆さん、私は最も大事な両親を例えに出してですね、ね、最も大事な両親であっても死んだ人は助からないんだ、だから生きている時の生きている人をですね、私は正々正常の父母兄弟だと思って助けていくんですと、こういうふうに言われてるわけです。死んだら助からない、死んだ人を助けることはできない、だから生きている人をですよ、亡くなったお父さんやお母さんにできなかったことを生きている人に重ね合わせてね、この人は正々正常の父母兄弟なんだ、ね、お父さんやお母さんに本当は一番に伝えたい、一番に助けたい、でもできない、できないから生きているこの人が私のお父さんだお母さんだと思って私は伝えますと、それがこの親鸞は父母の供養のためとて
念仏一遍にても申したること未だそうらわずというですね、この言葉なんですね。だから、亡くなったお父さんやお母さんをですね、生きている人に重ね合わせてですね、ね、もう亡くなってしまったら助けることができないからですね、ね、根性ね、必ず助けてあげたいと、そう思って、私はお伝えしているんですと、ね、次に、我が力にて励む善にてもそうらあばこそ念仏を回向して父母を助けそうらあめとですね、これはですね、我が力にて励む善、我が力にて励む善にてもそうらあばこそ念仏を回向して、父母をも助け、そうらあめとですね、これをそのまま読むとですね、私の力で、私が努力して、私が修行を積んで励む善っていうのはですね、一生懸命努力することによって苦毒を積んでってことです。この善っていうのはですね、苦毒のことです。苦毒、ね、一生懸命頑張って、私が苦毒、ね、を積んで、その苦毒を念仏をすることによって亡くなったお父さんやお母さんに与えることができるのならばってことです、ね、2つ要件があります。1つは、私の力で功徳を積むことができるかどうか、ね、もう1つは、その功徳を、念仏をすることによってで、 ですね、ピューと亡き父母に与えることができるかっていうことです。ね、私が一生懸命頑張って、功徳を積んで、それを念仏によって亡くなったお父さんやお母さんに与えることができるのならば、その功徳によってお父さんやお母さんを助けることはできるであろうかですね、できるであろうが、私は一生懸命ですね、これをやってみてできないことが知らされた。何ができないかって言ったら、功徳を積むことができないっていうことが知らされた。功徳を積むことができないっていうことは、私の心の汚れをですよ、ね、私自身が取ることができないのに、どうして人に与えることなんてできるだろうか、ね、とてもできない。だから私は亡き父母の供養のためにですね、念仏を唱えたことがない、与えるものがないからです。でお坊さんに来ていただいて、そのお坊さんがね、とっても功徳のある人だったらいいですよね、お坊さんがとっても功徳のある人、その人に触れているだけで心が穏やかになってくるね、自分の中のイライラした気持ちもなくなる、清らかな気持ちになってくるような、功徳のあふれている
お坊さんがですね、お仏壇の前に行って念仏を唱えて、その功徳をお父さん亡き父母にね、ね、なんていうんですかね、無線なんか何かでね、こう送るとね、Wi-Fi で送るとね、なんかこうそういうこうね、ね、Bluetooth かわかんないですけど、送信できるならね、ピコッと、それだったら意味があるかもしれないけども、ね、残念ながら、もう亡きね、お父さんやお母さんは、ね、死んでしまったならば、生きている私たちから助けることはできないんです。何が言いたいのかっていうと、生きている人を助ける、ね、死んだ人は助けることができない。生きている人しか助けることができないし、生きている人を助けることができるのはやっぱり生きている人だけなんですよ、ね、目に見えない皆様どうか助けてくださいって言っても助けてはもらえない。やっぱりね、その生きている人でなければ生きている人を救うことはできない。つまりこの功徳っていうのは生きている人にしか渡せないわけです。そして生きている人の功徳じゃないと、生きている人に功徳を渡すことはできない、ね、だからもう死んでしまったお父さんやお母さんにですね、自分が一生懸命頑張って功徳を積んで、その功徳を渡すことはできないし、功徳を積むことはできない。だから、この後ですね、ただ自力を捨ててっていうことですね。自力を捨てて、自力を捨てるっていうことは、もうこう自分の力で功徳を積んでいくこと、ね、をやめるわけじゃないですよ。そういうことができるんだという気持ちを捨ててってことです、ね、我が力にて功徳を積んでいくことはできない。じゃあどうしたらいいのかというと、これはもう阿弥陀仏のお力で功徳をいただくしかない。聴聞によって、功徳をいただくしかない。他力によって功徳をいただくしかない。第二章第一章ですね、本願を信前には他の善もようにあらず、ね、本願を信じたならば他の善は必要ない。つまり一生懸命努力して功徳を積む必要はない。なぜならば念仏に勝るべき善なきがいる。念仏をすること以上に功徳になることはないってこと。死んだ人にじゃないですよ。生きている人にとって功徳になる方法はない。だから急ぎ自力を捨ててっていうのは、自分で一生懸命頑張って、汚れないように努力をする気持ちを捨てて、ひとえに念仏の力によって、ね、聴聞に心がけて仏法を聞いていくことに心がけて功徳をいただいていくと、その力によって急ぎってことですね、浄土の悟りを開きなばっていうのは、急いでそのいただいた功徳によって浄土に往生したならばってことです。だから善は必要なんですよ、私たちにとってね。功徳は必要なんです。だけどその功徳を自分の力で一生懸命努力してね、修行して功徳を積んでいこうという気持ちは捨ててってことです。ひとえに念仏に勝るべき善なきがいるんですから、念仏に心がけてってことです。急ぎ、浄土の悟りを開きならばってことですね。六道四生の間、いずれの豪苦に沈めりとも、神通方便を持って
まず右縁をどすべきなりとですね、この浄土の悟りを開いたならば、浄土に往生したならばということですね。六道四生の間、いずれの五億に沈めりとも、神通方便をもってまず右縁をどすべきなりと、ね、私のねお父さんやお母さんがですね、六道四生、六道輪廻してね、次の章どこに行って、その五億でね、五億で苦しんでいたとしてもですね、まず右縁を落とすべきだ。つまりお父さんやお母さんがですね、どんなに苦しんでいたとしても、それはもうどうすることもできないから、ね、まず私が浄土に往生し、ね、そして、右縁をどすべきないと、お父さんやお母さんだと思って生きている人を助けてあげてください、ね、死んだ人は助けられない。言葉を変えるとね、死んだら助からないんですよ。生きている間が勝負なんです、ね、ああ死んだらまた次の章でとかね、そんなチャンスね、いい、いろんなことが、僕はやりたいことがある、あれもやりたい、これもやりたいね、いいじゃないですか。死んで次の章ね、もう全然仏法で会えないんだから、その時言わればね、次の章でも次の次の章でも次の次の次の章でもね、いくらでもできますよ。今やろうとしてることはいくらでも、時間はたっぷりあります。だけど仏法とご縁を持っているこの肉体は今しかないね。いや私はね、助かったなかったけどね、助からなかったけどね、死んだらね、皆さん私に供養して私を助けてくださいということはできないってことなんです。あなたが死んだならばですね、六道四生の間、いずれの五億に沈んだとしてもですね、六道輪廻、いろんなね魂が輪廻してですね、あなたの業の苦しみによってね、どんな場所で苦しんでいたとしても、あなたが死んでしまったその瞬間から助けられないってことなんです、ね、だからどんなに大事なお父さんやお母さんであっても、私はその思いを断ち切って生きている人に私は仏法を伝えますと。冷たいようだけどそれが現実なんだ、ね、だから生きている時に仏法を求めてくださいと、ね、そして大事な人には生きている間に伝えてくださいと。なんかね、仏法を聞けた人はね、もうなんか仏法を聞けたのが当たり前のようにね、今聞いてますけど、決して当たり前ではない。妄起不木を聞いてですよ。決して当たり前ではないんです。今というこの時間を大事にして、仏法を求めていただきたいと思うんですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、ちょっと休憩をします。